ップの野手キャプテン野間隆義。先月から1番に定着するとハイアベレージをキープ。リードオフマンとしてチームを引っ張る男に直撃。まあ、キャプテンとして始まったこのシーズンですけども、どうですか、キャプテンという肩書きにはもう慣れましたか？はい、まあちょっと多少。あ、多少多少ない。毎試合あんま変わんなく、あ、やっちゃろうか。ああ、はい、なるほど。オープン戦からなかなか思うようなバッティングができなかった野間選手。開幕一軍だったもののヒットが出ないまま4月に登録抹消。苦しい日々が続きました。情けないなというか、まあ、悔しい気持ちもありましたし、まあ、やっぱり打つ方を何とかしないと。打撃を1から見直し、2軍でも成績を上げる中、1軍への昇格の知らせは突然届きました。これ1軍行くぞって言われたのはどういったタイミングで言われるんですか？もう明日上がるぞみたいな。試合中っす。試合中？東京ドームで泣いたりってて、家で見てたんです。5回ぐらい終わってこう座ってこう見ながらしてた。お、2軍のマネージャーの方から電話かかってきて、はいはい、ちょっと今から大野行って荷物取ってきてすぐ次の日の先発ピッチャーをこう、誰だったっけ、あれでした、菅野投手ですよね。いきなりかと思いましたけどその菅野投手との対戦となった第1打席、チャンスをものにします。先制のタイムリーツーベースで首脳陣に打撃の好調をアピール。キャプテン野間隆義のシーズンがようやくここから始まりました。復帰して1打席目注目していたんですけども、はい、あの心境をちょっと教えていただいてもいいですか？まあ、もうチャンスだったので、うんうん、まあなんとかっていう感じですかね。もう食らいついていくっていう、はい、はい、やっぱり2軍でやってきたことをちょっと思い出しながら、ちょっと打席はもちろん立ってっていう感じですか？まあでも打席の中ではあまりフォームを考えずに、うん、なるほど、まあ、前の段階でしっかりこう、うん、どっしりして、まあ、あとはもうしっかり打ちに行くっていうことだ。わかりました。